はい、どうも、直弘です。今日はですね、熱中症とお茶ということについてお話ししていきたいと思います。先週ぐらいからですね、全国的に梅雨に入りまして、僕の住んでいる宮城県でもですね、もう梅雨に入りました。昨日はですね、一日ずっと雨が降っていて梅雨空って感じだったんですけども、今日は一転ですね、もう晴れ渡って梅雨の晴れ間ですね、もう30度近くまで気温が上がっております。で、まあ、梅雨が明ければ、夏本番ですのでね、熱中症対策は万全にしておきたいところでございます。特に今年はですね、コロナウイルスの影響で、真夏でもですね、外出時は、こう、マスクをつける必要がある場面が結構あると思いますので、例年よりなおのこと、熱中症対策、しっかりと、しておいた方がいいと思います。で、熱中症対策、の一つとしてですね、まず大前提としてたっぷりと水分を取ることですよね。でも水分を取るんであれば何の飲み物でもいいかというと、そう、やっぱりそういうわけでもなくて、利尿作用のあるもの、例えば、コーヒーやお茶などのカフェインを含んでいるものや、あとアルコール類ですね、こういったものは利尿作用がありますね。そういったものばかり飲んでますと、まあ、トイレが近くなって水分がですね、体の外からたくさん出ていってしまいますね。そういったことでかえって脱水症状になってしまうってことは皆さんご存知だと思います。あとですね、水ばっかりでもやっぱダメなんですよね。一緒に塩分も取らないとミネラル不足になって、しまうっていうことで注意が必要です。それでですね、その熱中症の脱水症予防にですね、おすすめなのが、ほうじ茶なんですね。お茶はカフェイン入ってるんじゃなかったのって言うんですけど、ほうじ茶のカフェインっていうのはすごく少ないんですよ。確か煎茶の、半分くらいだったと思うんですけどもね。うん。で、ほうじ茶っていうのは、煎茶、緑茶のですね、茶葉を煎って、ほうじて、いるときにですね、カフェインがこう抜けていってしまうので、ほうじ茶にはカフェインが、ほんとわずかしか含まれてないっていうことなんですね。で、その反面ですね、お茶ですので、カテキンが豊富で、ポリフェノールやフラボノイドっていうのはたくさん含まれているんですね。で、まあもちろん麦茶もおすすめですよ。麦茶はですね、ミネラルが豊富ですので、尿とともに排出されてしまうミネラルを補うことができるっていうことなんですね。なので、まあ夏ですね、飲むお茶としては、ほうじ茶とか、あと麦茶がいいんじゃないかな、ということなんですね。ただですね、気をつけていただきたいのが、一度にたくさん飲むと胃液が薄くなって、食べ物を消化しづらくなってしまって夏バテにつながってしまうっていうことがあるんですね。ですので喉が渇いたっていう時に一気にこうたくさんの、お茶を飲むっていうのではなくて、渇きを覚える前にあらかじめコップ一杯ぐらいをこう飲んでいくっていうことが大事なんですね。そういった飲み方がまあ夏には適しているだろうということでした。はい、ということで今日は熱中症対策にはほうじ茶、麦茶がいいよ。そして、飲み方はですね、一気にガッと大量じゃなくて、喉の渇きを覚える前にコップ一杯ずつぐらい飲んでいくといいんじゃないですか、というお話でした。次回以降もですね、こういった、お茶に関する豆知識、雑学などをですね、紹介していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。